で次は木桶。木桶で木での樽ですか。そうですね。まあ樽に近いもので、まあ我々の子供の頃まではよくその木のたらいですとか、うん、それからその木の桶で、お風呂屋さんに行くようなところも見ましたけども、うん、じゃあ味噌を作る。そうですね。漬物や味噌を作るのにも。すごい大きいのもあるよね。すごい大きいサイズ。それこそね、日本酒を作るのをしたらうんと大きいですよ。すごいですね。すごくなんか綺麗な感じする。やっぱり手作り違うじゃない。そうですね、うん、ただ最近あまり我々も見なくなりました ね少なくなったみたい。私初めて見た。うん、たまにお風呂なんか温泉とか行ったこと見たことありますけど。じゃあ次は名古屋キリダンスお話しいただきます。はい、はい、女の子が生まれると庭にキリを植えるんですね。あ、そうですか。でお嫁に行く頃にはその木が大きくなって、それを切ってお嫁に行く子のタンスを作るっていうのがありまして。あ、そういう意味ですか。はい、キリは火事だとか水害だとかに大変衣装を守る力がありまして、すごい大事なものですね。大事なものなんです。そしてお嫁に行って50年くらいしてきれいに洗うとさらに50年使えるっていう。考えてみれば大変エコなタンスでございます。ね、すごい、なんか意味すごい深いの感じする。深いんですね。すごい。じゃあ次は名古屋扇子お話しいただきます。扇子ってこの扇子するだけじゃなくて、あと使い方は何ですか。日本では、うん、扇子を開いた形を末広がりっていう風に表現するんですね。幸せが広がっていくようにっていう意味があるんですね。なので暑い時に仰ぐというのもありますけど、茶道って言ってお茶の世界、お茶席なんかの、はい、時には、はい、相手と自分とをこう分けるための仕切りという形で使ったりとか、そういった使い方もしますね。全然知らなかったです。ありがとうございます。あと、寄席の時なんかに落語家さんなんかが扇子をお箸に見立てたり釣り道に見立てたりして使いますね。 ありがとうございます。じゃあ次は名古屋提灯、はい、お話しいただきます。そうですね、名古屋提灯と申しますのはね、まあ、これ大体江戸時代にできてきたものなんですけども、やはりこれも歴史がすごいですね。そうですね、そうですね、ただ、はい、そうですね、行灯というその部屋に置くものと、それからその提灯という外出用に、それからまあ外出用だけじゃなくて家の門の前に自分のところの家紋マークをつけた提灯を出すという部分があるんですけども、まあ本当は岐阜提灯というのが全国的には有名ですけども、まあ、この名古屋でも提灯に作られてますね。ありがとうございます。じゃあ次は和菓子お話しいただきます。和菓子って今の和菓子、他の和菓子の違いで何です。和菓子すごく多いですけど、今紹介の和菓子で特別の、部分で何ですか。そうですね、和菓子というのは、まあ、元は中国から入ってきたものなんですけども、これは全国に和菓子というのは、まあ、今でも盛んにあるんですけども、割に和菓子と言いますとね、全国的には、京都が有名なんですけども、この名古屋の和菓子というのも大変その質が良くて、名古屋はお茶どころでございますから、老舗で非常に素晴らしいその、和菓子を作るお店が現在もございます。ありがとうございます。じゃあ次は名古屋仏壇、仏壇、うん、
仏壇で私日本聞いて初めて見たんですけど、じゃあどのものよく分からなくてちょっと教えてください。そのうちのご先祖様が代々入っている、うん、あいるところです。そうですか、はい、じゃあ昔中国 もあるんですけど、こんな綺麗の初めて見た。すごく 金とかよく使ってますね、はい、うん、金とかすごいピカピカ、はい、そうですね。やっぱりあの金足さんかなの飾りの人とか、漆塗りの人とか、そういう方たちの力を合わせてこれができてるわけなので、これも大変な分業者ですね、うん、でもすごい高いですのイメージあると。高いです。高いですね、うん、そしてあ、はい、はい、次は名古屋友禅。名古屋友禅って一つなんか染める方ですか？名古屋友禅っていうのは今、手書き友禅と型友禅があります。それを合わせて名古屋友禅になってますね。なんか違いは何ですか？型友禅は、うん、伊勢型紙を使ってそれをあの柄に置き換えていくっていうのが型友禅でして、はい、わかりますかね？うん、なんとなくわかります。伊勢型紙、うん、それであの手書き友禅というのはこう手で書いていくことですね。あの一つ一つ、うん、防染のりをしてそこに彩色していくっていうのが手書き友禅ですね。あ、そうですか。私調べてなんか友禅は日本だけのなんかなんとか染める方みたいな。友禅さんが、はい、うん、じゃあ次は名古屋、名古屋黒門つき染め。難しいですね。難しいですか？あ、まだ違う、黒いだけですか色は？門を染め抜くための技法です。でも、あ、これはうちの商品なんですけど、ナディアパークでちょっと展示させていただきました。え、これ洋服ですよね？洋服ですね。あの名古屋の黒門付き染めは大変世界でも類を見ないほど黒くて、白と黒がパッキリとこう出る技法を持ってるわけですね、はい、いや、ありがとうございます。じゃあ次は、まろうそく。まろうそく、はい、まろうそくですごく太くて、風あってもなんか大丈夫だよね。なんだか特別のなんとか近いことは何ですか？そうですね、これ特別というより、まあ、私が聞いてますのは、うん、特に江戸時代にこのろうそくが非常に普及するんですけども、うん、この和ろうそくの大きなものやなんかよほど特別の時に特別のうちが使うということで、うん、一般庶民はろうそくではなくてその灯明っていうのがありまして、灯明の方が炎がちっちゃくて非常に暗いんですけども、 あ、そうですか、それがまあ一般家庭が使えるせいぜいのもので、こういう和ろうそくは大変、まあ、特別の時に使うという。 ありがとうございます。本当に勉強になりました。